ポーリーヌ・ボナッパルトは、ナポレオン・ボナッパルトの2番目の妹。兄のナポレオンに最も可愛がられていた妹で、ナポレオンは彼女をポーレットという愛称で呼んだ。ナポレオンの妹たちには美人が多かったとされるが、中でも最も美しかったのがポーリーヌであったようで、ある。ただし、現在に残る肖像画はどれも絵の記述レベルがあまり高くなく、 彼女の美しさを表現しきっていないと言われている。彼女自身も兄を敬愛していたが、性格は頑固でわがままであったという。ポーリーヌは、肩のいい小さめの頭に黒髪、はしばみ色の瞳をした美女だったらしい。はじめは15歳の時に、ナポレオンの副官の騎兵士官受脳将軍と恋仲になった。しかし、ナポレオンは彼が、 軍隊の給与以外に収入がないことを理由に、二人の結婚を認めなかった。その一年後にポーリーヌは、今度は過激な革命家で、ナウテのプレイボーイだった、ルイマリスタニスラス・フレロンに恋をした。ナポレオンや母のレティツヤたちが、この恋愛に反対して、彼女を見張り、またナポレオンは、ポーリーヌの気持ちを覚まさせるため、彼が個人的に使っていた、セルボローに宮殿に、 彼女のための部屋を用意させて呼び寄せた。そのためか、間もなくこの恋は自然消滅したようである。この宮殿で彼女は子供のようないたずらをしたり、要人たちをからかって過ごしたという。その後、美男で金髪のシャルル・ビクトール・エマニュエル・ルクレール将軍と恋に落ち、結婚した。1801年10月に、ルクレールはサンドマングに転任となった。しかし、 彼はそこで、大熱病にかかり、ポーリーヌの看病の甲斐もなく病死した。帰国当初は悲しみに暮れていた彼女だったが、しばらくすると服もが嫌になってきて、夫のもが開けると同時に花々しく社交会に復帰した。ナポレオンはポーリーヌを28歳のイタリア指折の名門貴族、カミロボルゲーゼ公爵と結婚させた。イタリア一の財産家で美男だったらしいが、 母国語でもきちんとした文章が書けなかったという。ポーリーヌはあまり、ボルゲーゼとは気が合わなかったらしく、間もなく別居し、パリで気ままに遊び回るようになった。1805年にポーリーヌはサロンを開き、そこで知り合った、ワグラム公爵の副官、ジュールド・カノンビルと恋仲になった。しかし、ナポレオンが、アレクサンドル一世からもらい、彼女に与えていた黒点の毛皮で、 裏張りしたロシア街頭を彼にあげてしまったことに怒り、二人を別れさせてしまった。ジュールはサンクトペテルブルクに転属を命じられ、フランスとロシアの戦いで戦死した。ポーリーヌは彼の死を悲しみ、自殺するか修道院に入ると言って、ナポレオンを脅した。しかし、ナポレオンの説得で両方とも思いとどまった。その後は、法兵士官のオーギュスト・デュシャールや、 ナポレオンの友人で、コメディフランセーズ座の名俳優、タルマとウキナを流した。それから、画家のニコラ・フィリップ・オーギュスト・ドフ・フォルヴァンと恋をした。名門の出で宣伝された美男子だったという。しかし、この恋にも母のレティツヤは、反対し、厳しく説教をした上で別れさせた。ポーリーヌは大いに機嫌を損ね、数週間の間、自分に吠えてきた犬は全て射殺させたという。 その後は、歌の教師フェリー・チェブランジーに、美ンの作曲家、ジョバンニ・パチーニと付き合った。しかし、移り気な彼女も兄のナポレオンのことは、ずっと愛し続け、1814年に、彼がエルバ島に向かうために行った、フレジュス港に駆けつけた。感激したナポレオンが彼女を抱きしめようとした時、ポーリーヌはその軍服では嫌だと言った。彼は、ボートの襲撃を避けるため、 オーストリア軍の軍服を着ていたのだった。その後は、エルバ島で母のレティツヤと共にナポレオンと過ごすことがあった。また、彼の暮らしが苦しいと知ると、自分の宝石をすべて売り払おうとした。セントヘレナ島でナポレオンが重病に苦しんでいると知ると看病に駆けつけようとした。1825年に、ポーリーヌは富士のガンにかかり、ボルゲーゼに頼み、 彼の館に連れて行ってもらった。そしてその年、彼に見取られて亡くなった。全部のルクレールとの間には息子が一人いたが、ボルゲーゼとの間には子供は生まれなかったらしい。ありがとうございます。